はい、どうも、ケッキンです。今日はですね、続きやっていきましょう。これです。幽遊白書ね。続きやっていきます。ストーリーの、まあ、続きですね。はい、じゃあストーリー。で、パスワード。このパスワード入れるってのは懐かしいよね。YA。そして、BYXX よ。はい、これ。なんだよ、この容器は。あいつはスザク。知ってんのか？さあ、スザク戦ね。見た目はさ、なんか S 級くらいあるんやけどね。S 級妖怪くらいね。はい、片付けてやろう。そうはさせんぞ。まあどうしますかね。クワバラいきます。まあユウスケ使ったしね。はい、じゃあちょっとクワバラで。あ、懐かしい。このシーン覚えてますね。ゲーム内の話ね。ゲーム内で。さあ行くぞ。速攻仕掛けてくるやん。甘い。やっぱクワバラはね、霊力高めてからっすね。剣よ。シューッつってかわせ。よし、この曲がれが強すぎる。マジやるやん。まだ行きますよ。曲がれで。曲がれで攻める。よっしゃ。曲げてく。来い。やるね。攻める。ただここはチャンスですね。相手も霊力ないんで。伸びろ。ちょっと霊力を高めたいね。高めると、あの、伸びろから曲がれになるんですよ。曲がれで攻める。曲がれ。よし、いいね。クワバラ強いわ。で、違うのもいく。剣よ、飛べ。クワバラ覚えてますね。結構使ったので。さあ、もうちょい。下 B 何やったっけ。でも、あ、二刀流か。これもいいよね。よいしょー。すまんな、決めるわ。霊剣。今の霊力高めるのが終わっちゃったので、高めとけば、まあ二刀流か。楽勝でしたね。バカな。やったね。素晴らしい。お前何もしてねえだろ、ユースケ。よし、じゃあ次行きますか。
君たちの高い先ほどから見せてもらった。君はなかなか強い霊力を持っているようだ。どうかね。ない。あんだって。さあトグロ来ましたね。そうか、惜しい、実に惜しい。なら消えてもらうしかないね。トグロめっちゃ強いからね。いてえ。さあパンチ。やるな。霊力を高めた。攻める。俺の好きなショットガンで。ショットガン。受け止めた。急げ。ギリギリ間に合った。ショットガン。さあ暗い。よし、ここは一発かましてみるか。まあ、ショットガンですね。ペガサス流星拳。急げ。ショットガン連打。まあ霊力消費と考えて使いやすいですよね、ショットガンね。そんな強くなかったね。まだよ。あいつは本気出してないよ。やるね。 20%。 そしてこれが60%ってとこか。やってやら。まずは貯める。同じパターンやね。直撃。いて。さあパンチ直撃へ。俺は勝てねえのか。せい。その体は無理だ。俺と変われ。
手出すな。やめときな。今のあんたらじゃそいつにはかなわないよ。魂を捨ててまでして手に入れた力で、やってることは弱い者いじめかね。ユウスケ、今のお前の力でトグロを倒すなんて到底無理さ。私が稽古でもつけてやりゃ別だけどね。それならこうしよう。さあ、暗黒武術会、トグラはこれに出場することになっている。ゲストとして招待しよう。トグラと決着をつけたまえ。はい、強くなることだ。楽しみにしている。強くなりてえ、スーパーサイヤ人に。私に任せな。もっとあんたが耐えれればの話だけど。ああ、強くなれるんなら何でもやってやら。はい、ということで、まあキリンで今回はここで終わりますかね。ご視聴ありがとうございました。